映画とゲームの〇〇な〇〇。夏の夜長に始まりました。ギズモです。ヨンドゥです。モスラです。モスラさん、はい、引っ越しするんですよね。あ、そうですね。もうすぐ引っ越しします。そうですよ。引っ越しといえばですね、はい、まあ、いろんな条件があるじゃないですか。はいはい。あ、物件ね、探すときに、ね、物件選びで、そう、バス、トイレ別とか、はいはい、お家賃いくらとか、うん、駅地下とかね、いろんなこだわりがあると思うんですけど、うん、そうですね、今日はですね、それを選ぶときに注意しなきゃいけないと思ってしまうような映画のお話をしたいと思います。事故物件、怖い間取りもうタイトルからして事故物件ってもう分かっちゃってるんだけどさ、はい、その不動産屋さんに行った時に、まあ、いろいろ話聞く時にさ、法律でその瑕疵って呼ばれるものがある時はちゃんとその借りる人に告知しなきゃいけないっていう義務があるんですね、はい、不動産屋さん側に、はい、瑕疵ってまあ欠点とかそういう意味なんですけど、はい、この瑕疵っていうのが4つにね実は分類されてて、はい、1つは物理的瑕疵。これ何だと思います？物理的っていうことはまあ物理的あれじゃないですか、いわゆる欠陥住宅とかって言われるようなやつじゃないですか。そう、はいはい、なんか地盤沈下ありますとか、うん、シロアリ食っちゃって柱が弱いですとか、はい、なんかそういうのは物理的瑕疵って呼ばれます。で、次が環境的瑕疵っていうのがあります。これはね、まあ、そのままなんだけど、その例えば家が線路にめちゃくちゃ近くてうるさいとか、うんうん、なんかこう五感に関係あるこうなんだろうね、欠点みたいなのがあるときは環境的瑕疵と呼ばれているみたいです。もう一個は法的瑕疵って言って、これも字のごとくなんだけど、その法律、なんか建築法とか作った当時は大丈夫だったんだけど、その法改正があってそれに適してないとかっていう物件を法的瑕疵と呼ばれるらしいね。はい。で、最後は心理的瑕疵。これが自殺とか孤独死とか病死も含み、あとは殺人、火災、そういうのが起きてしまった物件が心理的瑕疵っていうのにくくられるという感じですよ。なるほど。なんでもちろん不動産屋から話があると思うけど、まあ、借りない方がいいというか、まあ、そういうのを借りる場合はちゃんと受け入れた上で借りなきゃいけないという感じになってるんですけど、特に心理的瑕疵にこだわって住んでいる事故物件住みます芸人っていうので松原タニシさんっていうのがいるんですよ、はい、でこの人が本を出していて、それが今回映画化されるということなんですけど、監督は中田秀夫さんという方で、はいはい、ご存知ですか？ね、もう J ホラーのパイオニアみたいな、そうの一人なんですけど、中田監督をやっていて、で、主演をその芸人さん役をカトゥーンの亀梨和也さんが演じてるという作品になってます。あとは瀬戸康史さんとか奈緒さんとか木下ほうかさんとか江口のり子さんとかが出演していて、まあ、その話の流れとしてはその、まあ、売れない芸人が事故物件に住んでみたっていうそのまんまなんだけど、テレビの企画でなんかその物件に住んでみてなんか取れてきたらコーナー持たしたるって言われる。で、まあ、その売れたいっていうことも含めてその物件に住み始めるっていう感じなんですよね。で、その物件にまあもちろん住んだら、これなんか取れてんじゃないみたいな映像が撮れたことによって、はい、ちょっとこうブームが巻き起こるというか、はい、それをオンエアしたらすごい人気になって、この企画ちょっと続けていこうってなって、次違うとこ住みやって言われてその物件じゃない物件を転々としていくっていう感じなんだけど、これがねその物件を追うごとにレベルアップしていくっていう起こることが、でやっぱその起きた場所で何があったかみたいな、その人間のドラマみたいなのも描かれてて、うん、ああ、じゃあちょっとオムニバスっぽい感じの展開。そうだね、そう、ここの物件はこういうことがあってだからこれが出るとかね。あでも結構やっぱそこはね リアルというか、こう事故物件で例えばなんかあの鏡が取り外されてるとか、うん、畳をめくるとやっぱりシミがあったりとか、なんかそういうのも描かれてる。いやでもこれ実際松原さんの経験してるってことですもんね。基本的にはそうだね、実体験に基づいて
書籍化していて、まあ、いくつかのエピソードになってるんだよね、本も。で、この物件、この物件、この物件みたいな感じになっていて、でそれを、まあ、映画化してるっていう作品になってるんだけど、とにかくでもね、怖いよ。怖そう。こう、自分たちの生活圏内にあることが、ホラー演出に使われるってやっぱすげえ怖いなっていう。いや、本当に怖いですよね。今回中田監督はこう自分の作品のセリフオマージュみたいなのもちょっと入れてて、お、女優霊っていう映画知ってますか？本当に初期の中田さんの作品ですね。そう、これ僕昔見た断片的な記憶しかないんですけど、そのショッキングなワンシーンがあって、はい、多分それをねそのまんま入れてるっていうところがあってとか、あとちょっとねやっぱそのリングっぽいようなこうビデオの中では映ってるけどみたいなこととかがあって、ちょっとやっぱそこはリングなんじゃないかなと思ったりとかね、なんかそういう要素もあってすごい面白いですよ。かつちょっとそのエンタメ感というか洋画ホラーっぽいアプローチもちょっと入れてきてて、あ、じゃあちょっと派手な絵作りみたいなものもあるんですね。そう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 、そうなのよ。そう、だ怖いだけじゃなくてやっぱ面白いっていうか、うんうんうん、なんかエンタメにちゃんとなってる部分もあってすごい面白いし、あとね不動産屋のシーンとかやっぱ面白くて、はい、その不動産を紹介してくる人物が江口のり子さんなんですけど、このキャラがまたねなんか味、非常に味があるというか、今あれですもんね、半沢直樹でもすごい、あ、話題になってますよね。いい役やってますよね。あの国土交通省かなんかのね、大臣役っていうか、なんかそういう役だよね。白スーツでバリッと決めてみたいな。そうそうそう。ちょっとなんかああいうアンニュイな雰囲気もある不動産屋なんだけど、いやあなたもこういう物件まあ用意しときましたよみたいな感じで、ちゃんとその芸人が何を求めてるかリクエストに答えてくれる物件を出してくるっていうね。有能な。そう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 。亀梨さんはどうなんですか？亀さんはこれね関西の話なんですよね。谷さんが、はい、やっぱ大阪人っていうのもあって、うんうん、劇中は基本関西弁なのよ。はいはい。そう、まあ、東京のね撮影シーンももちろんっていうか、その東京のテレビ番組に出るみたいな話ももちろんあったりとかするんだけど、関西でメインでやってるから亀梨さんはやっぱりその東京の人なんで、関西弁をめちゃくちゃ勉強して練習して挑んでるっていう、なんかそこは結構自然に見れたかなっていう感じだった。なるほど。っていうのもあるし、まあ芸人役っていうところもあるから。いや、そうなんですよね。やっぱりね、なんとって現役のアイドルの方ですから、なんかそういう人がなんかあんまり芸人役って見ないなと思って。そうだよね。そこの食い合わせはちょっと気になってたんですけど、どうしてもビジュアル的には嘘だろうって思っちゃう時あるじゃないですか。はい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 。そこをどう気にせずに見られるようにするのかっていうのも、うん、まあ、でも売れない芸人じゃん。で瀬戸くんとこれコンビ組んでんだけど、本当に滑ってるからそこはいいと思う。あ、ちゃんとそういう漫才のシーンみたいなのもあるんですか？あるあるある、なぜかそのなおさんが演じるヘアメイクさんの役があるんだけど、彼女だけは受けるっていうのもあったりとかね。まあでもやっぱりこう、まあ主役と言ってもいいのは本当亀さんと、やっぱこう物件ですから、ね、怖い間取り。家がね、もう主役ですよ、本当に。で、この家ではどういう特性があるのかとか、はい、なんかこう、ここで映ってるけど、ここで何があったのかとか、うん、なんかちょっとやっぱこう想像力を膨らませられて、で、答え合わせもちょっとできる作りになってるから、そういう意味で面白いかも。やっぱね、事故物件になってしまうには、やっぱりこうドラマがあるんですよね。それがすごく悲しかったり恐ろしかったりするんですけど、はい、そうだから一概にしてこう事故物件ってこうね、人が亡くなってしまって怖いっていうイメージもあるんだけど、やっぱそこにはなんかこう切ない話とかね、こう、うん、バックストーリーみたいなのがやっぱあるから、はい、なんかそこが怖いけどちょっと魅力的なのかなっていうのは思ったわ。ちょっといい話じゃない。まあ怖いんだけどね。何その自分で言って。いい話っぽい。うん、そう。モスラはもう契約したんだっけ？あ、しました。で、一応もう
住みますってことになってるので、ちょっとでも今の話聞いてるとちょっと怖くなってきちゃったな。そうだよね。でまあそのもう住むって決まっちゃってる上で、まあ、話すんだけど、はい、この事故物件は一人誰かが間に住むと事故物件ではなくなります。え、やめてください。怖い。告知義務はなくなるんで、その物件の紹介のところにも歌詞とかが外されるようになって。え、それ知らなかったです。らしいですね。なんかそれ聞いたことあります。怖い。聞いたことある。なんか全国のその物件のなんか結構な割合が元事故物件というか。そうなんですよ。へ、なんでね、まあ、実際に今現役って言ったら現役事故物件やってる物件に関してはやっぱ大島てるさんのサイトでねこう網羅されてるんで、そこ参考にして住んだ方がいいかなと思いつつも、やっぱり人が一人入るともう事故物件ではなくなるんで。ああ、そうなんですね。あなたの家も事故物件かもしれませんということでね、ちょっとねこの夏8月も終わりになりますけど、28日金曜日から公開という風になりますんで、ぜひ映画を見てこれから物件探しする人は参考にしていただければと思いますんで。絶対参考にならない。ぜひちょっと楽しみにしていただければと思いますんで、皆さん夏の最後にぜひホラー映画を見に行ってください。さよなら。さよなら。さよなら。ちょっとテンション落ちてない？テンション落ちた。ちょっと怖くなってきちゃった。